入社式ということで、えー、新入社員の皆さんに向けた言葉をやるかなと思っていますただまあこれが今見れてる時点でもう遅刻確定なので新入社員としては失格です、えー、一つ新入社員の人に言いたいのは、えー、一言で言うと「狂え狂え」ということです仕事イコール人生じゃないと えー、いうこ,とはこの前若新さんとの動画でも言いましたし、えー、それは真実ではあるんですがやっぱり人生のどこか、えー、特に、えー、20代30代前半のどこかで仕事イコール人生になって、えー、狂ったように働くっていうのは、えー、たった1回しかない人生において、えー、めちゃめちゃ、あのー、楽しい最高の。 経験だと思います、まあ人生は100年の思い出作り、えー、と僕はよく言うんですが、えーまあ、100年の修学旅行みたいなもんでどっか、えー、違う星から100年だけ地球行ってきていいよと言われ100年間楽しんで帰るというようなものなんだと思います。まあ、人によっては病気ととかか事故とか えー、殺されたりで、えー、戦争だったり100年ない人も当然いますが長生きしたら大体100年長くて100年の修学旅行を楽しんでるだけだと、えー、その100年間の、えー、旅行遊び、えー、においてやっぱり仕事に狂うっていうのはすごい楽しい、えー、と思いますなぜならばまあ大きく、えー、世の中 消費する側と生産する側があると思います。当然消費する側も楽しいです。昨日も僕、えー、ラーメン食べましたが、ラーメン食べちゃってる時、えー、後悔しましたが美味しいです、えー。旅行してる楽しいです。サッカー見てる楽しいです。ただ、スマホで動画見てる楽しいです。ただ、それ自体の楽しさは否定しないし、えー、消費いいものを、えー、消費してる。 時はは楽しいいいのは間違いないですただそれと同じかそれ以上に、えー、楽しいのはやっぱり自分で頑張って何かを、えー、作るそして、えー、その作ったもので世の中を動かしたり騒がせたり感動させたり怒らせたり、まあ、何かしら影響を与えて、まあ、それが自分に跳ね返ってくるそれが裏方でも表でも、まあ、そういう経験っていうのはめちゃめちゃ楽しくて。 それがたとえ錯覚でも自分の中のちっちゃい勘違いでもたとえそうであっても、えー、自分の手が直接世界に触れているようなみたいなものを味わっているときはまあ、えー、その100年の修学旅行の中において非常に、えー、幸せな時間なんじゃないかなと思います。で そのためににはやっぱ仕事に狂わななきゃいけなくてまあ多くの仕事人まあみんな何かしら仕事をしていたりした経験はあると思うんだけど多くの人は当たり前ですけど無難にこなそうとしますそりゃ変に死ぬほど頑張ったり死ぬほどリスクを犯したりすると大変だし時間もかかるし割に合わないし面倒くさいことにも巻き込まれるし。 炎上するかもしれないし叩かれるかもしれないし嫌なこと言われるかもしれないしまいろいろあるとただ、えー、それを避けてですねまあ、無難にやっていれば多く得るものはなくても最低限のお金はもらえるしまあ、それで他のことを楽しめば仕事以外の時間を楽しめばいいと そういういうな考え方ももちろんありますたださっき言ったみたいに人生100年の中で、えー、できるだけ若い時仕事し始めて何年かして20代と30代ぐらいの時に、えー、仕事に狂って仕事イコール人生になってたとえ錯覚でも、えー、自分が世界の一部を、えー、騒がせてるような感覚というのを持てたら人生すごい楽しくなると思います。 そのためには本当に仕事に狂うことで、狂う、仕事に狂うって何かって言うと、自分なりにこだわって、そのこだわりを貫くっていうことなんですよね。でこだわりを貫くためには、衝突を当然するし、えー、時間、誰よりも長時間働かなきゃいけないし、寝てる間も考えなきゃいけない。それが、えー、仕事に、えー、狂うということ。みんなが えー、例えば「えー、明日締め切りだ」って言って締め切りが終わっても本当にこれで良かったのかと考え続ける考え続けてみんなが、えー、仕事が終わってホッとしてる時に「すいませんどうしてもあそこ直したいんで、えー、どうにかなりませんかと」と交渉する「もう締め切り終わったから無理だよ」と言われても。 いいいいやちょっとと納得いかないんで頑張りますというみんながそこで辞める時に辞めないみんながこだわる以上にこだわるみんなが考える以上に考える仕事に誰よりも狂うそれを続けて続け続けると自分なりのスタイルが出来上がりそれがあの会社の中まず部署の中で最初は嫌われても。 こだわってこだわってこだわり抜いてそのこだわりが自分のこだわりじゃなくて自分のためのこだわりじゃなくて、えー、自分の作ってるもののためその先のお客さんのため、えー、会社のためになってると、えー、伝われば、まあ、協力しててくれる人は出てきますそれが最初部署だけかもしれないし隣の席の人だけかもしれないしちょっと離れた全く関係ない部署の人だったかもしれないし。 わかんないですけどちょっとずつそれが伝わって、えー、仲間ができてきて、えー、部署から、えー、会社になりで会社から業界になりで業界から、えー、さらに飛び出して、えー、同じようにこだわって、えー、頑張ってる人たちが他、えー、業界いろんな日本のいろんな人たちと、えー、仲良くなっていきます。 そうなった時に同じような熱量で頑張ってる人たちと一緒にこう世の中に対して何か仕掛けていく同じ世代の同じように頑張ってる全く関係ない業界の僕で言ったら出版以外の広告テレビ格闘技スポーツインフルエンサーなどなどいろんな業界の全く関係ない人たちと仕事で関わる関わらないはまた置いといて一緒になんかこう 同じ熱量で頑張って、えー、頑張って仕事をするとそれがニュースになり、世の中が、えー、動く、えー、世の中を騒がす、そういうことができるようになると、まあ、それが全てじゃないんですが、えー、人生のある時にはめちゃめちゃ、えー、楽しいんじゃないかと。その充実感や没入感というものは、自分が消費する側ではまた味わえない。 ものを、えー、与えてくれるのでそれを、えー、味わうのもまたいいんじゃないかと思いますそれはやっぱり仕事でしか、えー、できないものなので、えー、皆さん楽しみながら狂って、えー、ください